叩きハイジャンプは、今をときめくアイドル平成ジャンプの中で結成して10年、スポットライトをあまり浴びることのなかった男が。岡本さんが一番ロケに出てる回数が少ないんですよ、うん、知ってる。スケジュール見てハイジャンプロケ、はい、有岡とか入ってたら、なんかすごいジェラシー。そんな岡本ケイトが孤軍奮闘して自分の存在価値を探すドキュメントである。日本一の最速滑り台。滑り台。岡本が受けた今回の一大事、それは日本一速い滑り台を知りたいというもの。視聴者からの情報をもとに朝7時半最初に見た滑り台とは。わお。こちら墨田区京島南公園の巨大滑り台。でかいな。スタート地点の高さはマンション3階分に相当するおよそ 6.6 メートル。早速岡本が身をもってスピードを測定。お願いします。あのね、はい、これ本当にダメだわ。ここで衝撃の滑りをもう一度。記録は30キロです。もう体感の前30キロダメだよ。トップバッター京島南公園の巨大滑り台の記録は30キロ。次に神戸で待ち受ける滑り台とは、神戸総合運動公園にあるこのロングスライダー。うわすげえ。うわ怖っ。高さ20メートルから滑るこの滑り台、その全長はなんと50メートル。すごいね。ちなみに先ほどの滑り台でアイドルとは思えぬ結末を迎えた岡本。ジャニーズの名誉挽回のためかっこいいフィニッシュポーズを考え。そうだ、それやんなきゃ。こう言ってここでカメラにポーズ。行きます。見事フィニッシュポーズを決め、スピードも上回れるか。うわ速い。うわ、早いな。早い。痛いだろ今ここ。おい、おい、フィニッシュポーズが違いますよ。そうだっけ。フィニッシュ、あれ足組んでピタッと止まるって。今これ 何してはるんですか岡本さん。いや普通に。ただいまの記録22キロです。22。あ、やっぱりね。岡本もあまりスピードの伸びを体感できなかったという神戸のロングスライダーは22キロ。目的の滑り台を滑り終わり、到着して1時間半で神戸を後にした岡本。そこからバスでおよそ2時間かけて徳島へ。うわ、徳島駅からさらに列車を乗り継ぎ1時間半、四国徳島で待つ最速滑り台とは。のどかな風景におよそ似つかわしくないこちらのワイド滑り台。一番のポイントは横幅。これまでと違い左右に持つ手すりが存在せず、一度滑り始めると二度と止まることはできない。スピード的には期待しかない滑り台なのだ。やる気ないね。最初はいつもビビってはるんですけども、やはり最終的にはポジティブになられる、ね、うん、なんかね、そうしないとやってらんないかも。開き直った岡本の挑戦やいかに。どうぞ。岡本さん大の字フィニッシュですね。決まりました。大の字フィニッシュ。そんな岡本の滑りっぷりをもう一度。さあ記録は。ただいまの記録。はい。24キロです。24。体感一番速いよこれ。
抜群の怖さを感じるも結果は24キロで第2位。次でいよいよ最後の滑り台なのだが、ここでまさかの事態が。真っ暗。うわだろうね、バカじゃないんだからもう夜だってことは。そう、夜になり滑り台が映らず撮影不可能に。ダメじゃん、どうすんの。しかもイタジャンのロケでもらっていた岡本のスケジュールは1日だけ。そうだよな。なので急遽明日のスケジュールを本人に確認してもらうことに。本人に確認なんだ。次の仕事1週間後だ。めっちゃ滑り台できるやん。いけるわ。ということで明日は。明日全然 OK。 すいません、もう急に。大丈夫、むしろサンキュー。むしろサンキュー。ちなみに今日の仕事、はい、3日ぶり。そんな岡本さんに次の行き先。もう苦しいよ。佐賀県なんです。佐賀、九州。佐賀行くの。九州行っちゃう。結構離れたね。どんどん遠くに。結構来たね。そうだよね、まあこんなんじゃ取れないよね。これはできないよ、これは。ちょっと明日も急なお仕事で申し訳ないですけども。全然大丈夫です。忙しい中いつでも対応できます、僕は。むしろサンキュー。今ご覧になってるね、皆さんも僕いつでも仕事対応できるんで、ぜひ。いつでも大丈夫です。いや、おかしいだろ、できないもん。急な変更に対応してくれた岡本に翌日負担がかからないよう香川へ移動して宿泊することにした一同。めっちゃ行ってるね。ロケの疲れを癒すため遅い夕食を取ることに。おいしい骨付き鶏。あ、おいしそう。香川イタジャン初めての一人ロケ、なんとか1日目を終え、おいしい香川名物に舌鼓を打つ岡本。率直な感想を言うと、はい、いや、すげえ楽しかった。よかったよ。これ多分メンバーと、うん、多分違って意気込みでロケ挑んでるの。何何、どういうこと。他のメンバーはやっぱ 一番に一大事を解決したいっていうのと、はいはい、あとまあ視聴者の人を楽しませたいっていう思いがすごい強いと思うの、うん、はいはいはい、でも俺はそれ以上にメンバーを楽しませたいっていう。メンバーがこのロケ見て楽しんでくれたらいいな、からのそっから視聴者の皆さんが楽しんでくれたらいいな。やっぱり家族以上に会ってるのもメンバーだし、反応が聞けるのもメンバーだから、やっぱメンバーからね、すげえちょっと楽しかったよって言ってもらいたいね。メンバーどう思ってるんですか今このロケ。このロケ見てメンバー静まり返ってんじゃん。受けてますよ。受けてるよ。知らない土地がそうさせるのか、自分の気持ちを素直にさらけ出す岡本。一つね、ちょっとね、うんうん、悩みがあって。悩み、うん、メンバーが、うん、ケイトってどんな人っていう、うん、例えば雑誌のインタビューとかで言うじゃないですか。はいはいはい、よくありますよね。ケイトはとりあえず優しいみたいな、うんうん、みんな優しい優しい言ってくれるんですよ、うん、例えばね、はい、ユートってどんな人みたいな、いやすごい多趣味でドラムもできてタップもできてみたいな、ヤブくんどんな人みたいな、いめちゃくちゃ真面目で、でもなんかいろんなマニアックな知識あってみたいな、はいはい、ケイトどんな人、優しい。以上。いや、これは改善しなきゃね。そして平成ジャンプ10周年イヤーを迎える今年、とにかく優しい岡本も思うことがあるようで、まあ、メンバーによってそれぞれ多分答え方は違うと思うわけよ。自分的にはなんかもっとね、個人的な仕事、お仕事とかでグループを貢献したい、特に今までしてないから、それができてからやっとグループのこと考えられるのかなって思って、自分きっかけでなんか平成ジャンプを知ってもらえたらなって。びっくりするもん、メンバーのとか見て。すっかすか俺。すっかすか。どうしたんだお前、自虐強えな。さあ、ポムさん、おはようございます。2日目の朝でございます。おはようございます。よろしくお願いします。昨日は普通に寝れましたか。全然寝れない。目つぶると
これ目覚めたらまたなんか すげえ滑り台あるんじゃないのかなと思って完全に超うなされて夜昨日と比べてえらい髪型が本当だラフな感じとかなんでか知りたい、はい、メイクさんがいないから、いないんだもう行きましょうもうあ、そっかそっか帰っちゃったのというわけでロケ2日目早速佐賀県へ向け移動いいね怖いね瀬戸大橋瀬戸大橋渡ってますよすごく綺麗です綺麗わあ綺麗だねこれ電車からこの景色見えるの連日の移動疲れで景色には目もくれなくなった岡本瀬戸大橋ですよ岡本さんしかし、そんな移動疲れも吹っ飛ぶあるものに遭遇それはお来ましたお、これですかあれ何キスマイだえお、すげえかっこいいねすげえこんなんだえ、何え、ちなみにこれ乗るのこれ乗ります平成ジャンプ、はい、俺がこれ乗るのマジでさすがにいや乗っちゃうでしょウキウキじゃねえかすごいねこのキスマイトレインは JR 九州とキスマイフット2がコラボした博多駅と長崎駅間を結ぶ期間限定の列車ちなみに現在は運行していませんので足からずそんなキスマイトレインに平成ジャンプが揺られること30分ようやく佐賀駅に到着さあ最後はどんな滑りっぷりを見せてくれるのか日本一の最速滑り台パート4あもう知らねえぜもうやらねえぜこんな仕事聞きたくねえぜ滑り台なんてもう I hate youそうですか一緒に考えよう優しいこれから共同作業最後の滑り台があるのはこちらの日向岡公園果たして旅のラストを飾る滑り台とは一体どんなものなのかなんかすごそうここハイジハイジしてみよういや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 え、なにこれ待って、一回やばくないやばいや、一発目やばくない一発目やばいよね日本一の最速滑り台を決める旅鳥を飾るのはこのフリーフォールダブルデッカースタート地点の傾斜角度はなんと80度その名の通り滑るというよりほぼ落ちるに近いこの滑り台滑る面の素材は繊維強化プラスチック製で横幅は2メートルと広め何回か擦ってあったよ何かがスタート方法は滑り台の上にある棒につかまり手を離すだけスピードへの期待はかなり高まる確かにこれは高まるねスタート地点を見上げる岡本の心中は岡本さん、喋ってください喋ってください。いやこれさ、スーいける？あの、スーといけると聞いてます行きますドンじゃない本当だよね、そうだよ多分ドンじゃないそして過去2回無様な姿で失敗したフィニッシュポーズ3度目の正直最後は見事に決めて終わりたいものだがこうがいいよねこれそれ行こうこのこうやっとジャニーズっぽさを出してよそうだねそうやっぱね最後腕組むとことかジャニーズさあ泣いても笑ってもこれが最後の滑り台背中に残る無数の汚れがこれまでの激しい戦いを物語るシート貼ってるのうわこれダメだ俺いやあのイメージがつかないうわ滑るじゃないもん落ちるいやほんとそうフォールやばい久しぶりにイライラしてるあの温厚な系とかイライラしてるしよしかし
どんなにイライラしてもこのロケにいるのは岡本ただ一人。覚悟を決めてスタンバイへ。だから棒あんの。3やべえ、これ。マジ行くの？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。腕の力強いな。これまで一度も滑るのを躊躇しなかった岡本。それだけでこの滑り台の恐ろしさを感じる。俺だったらもう落ちてたわ。俺だったら落ちてた。ハイジャンプロケ、有岡とか入ってたら、すごいジェラシー。何してんだろう、神戸まで来て。ちなみに今日の仕事、3日ぶり。そんなネガティブなコメントばかりだったこのロケ。そうだね。でも俺はそれ以上にメンバーを楽しませたいっていう。岡本よ、ここが殻を破る時だ。楽しませてくれ。いいよ。見てるぞ、ケイト。行け。見てるぞ。最後決めたれ。覚悟の決まった岡本。よし。果たしてこのフリーフォールダブルデッカーはどこまでのスピードが出るのか。それでは最後の滑り台、岡本さんお願いします。3、2、1、どうぞ。うわすごいすごい、ね、すっきりみたいな。それでは滑りに滑りまくった男の最後の勇姿を改めてご覧ください。どうぞ。落ちてましたね、うん、マジやばい。ちょっとお姉みたいな座り方だった。大丈夫ですか。マジやばい。一瞬ヘブン。うぜぇ。一瞬ヘブン。いい。だって普通に人が落ちてる映像でしたもんね、見てたら。結構衝撃映像。うわ、すげえな。いや、これ怖いよ。これ一番。やっぱスピードもこれ一番。体感ね、やばいよ。一番速い。じゃあちょっと。滑ってないもん、落ちてんだもん。視聴者からの一大事を解決するため、東京からスタートし、ただただスピードが速い滑り台を求めて、全国を滑りまくった岡本ケイト。その総移動距離1486キロ。ちょっとかっこよく見えてきたわ。今回の調査にかかった合計時間17時間10分。マジ4つの滑り台を滑った合計時間25秒。さあこのロケラストを飾る九州佐賀県フリーポールダブルデッカーのスピードは。ただいまの記録19キロです。え、マジだよ。 You're liar。 嘘つきだ。絶対嘘。19キロなわけない。嘘でしょ。いや、岡本さんほんまにこれ19キロですよ。え、いや、早かったって。早いも何も、落ちてんだって。落ちてんだって19キロのわけない。これ見た目体感の怖さとは違い、記録は19キロとまさかの最下位に終わった。さあ岡本さん、現状の2日目わざわざ開けていただいて の、はい、この滑り台ロケが無事に終わりましたけども、滑り台舐めちゃダメだね。舐めちゃいけない。怖い。舐めちゃいけない。めちゃくちゃ怖い。よかったと思うもん、ロケ俺で。あ、ほんまですか、うん、他のメンバーにはこんな思い味わえてほしくないもん。優しいな、こんな格好で。いや確かにこれは嫌だわ。どんな格好でしたか。ん、全身タイツで。しかもさっき気づいたんだけどさ、はい、この線やばくない。これ絶対マジックだよ。雑。ようやく最後気づきました。やっと気づいた。いや、まあでもいろんなとこ行きましたね、本当に。そうですね。え、一番早かったのって墨田区だよ。そう。もしかして記憶間違ってたらちょっと嫌なんだけど、はい、あ、東京だよね。来た意味ある、こんなに移動した。ということで一番速度が速かったのは墨田区の巨大滑り台でした。一大事解決。
というわけで日本一速い滑り台は東京都墨田区京島南公園の巨大滑り台でした。もう全然割に合わないの移動距離と。新たなケイトを見つけたよ ね、 そうだね。優しい以外にネガティブっていう、うん、ネガティブケイト結構面白いわ。最後のヤバくなかった？最後のヤバいね。80度だよ。一回落下だもんね。あれスタートこうだよ、うん、スタートいや本当なんであんな作るんだろうね。すごいね。どうでした山ちゃんは？いやよく頑張ってましたよ。いやよく頑張ってたけどやっぱり一番にね、うん、思わなきゃいけないのはメンバーに対してじゃなくてファンの人にだと思うよ俺は。だからそういうとこちゃんと気持ち改めないといけないと思う僕は。ガチ謝った方がいいんじゃないの？謝った方がいい。謝った方がいい。そういうとこほんと気をつけた方がいい。ソーリーみんなごめんね。ゆうやくん？いや違うんだな。正解は確かに俺もわからない。でも一緒に考えてあげることはできる。高木が一番優しいんじゃないの？ここでちょっとおまけ。岡本が教えてくれる滑り台を滑るときに使うかもしれないワンポイント英単語。まずは6メートルの巨大滑り台を滑る前に使うかもしれない英単語。レゾリューション、レゾリューション、英語で覚悟です。レゾリューション。そしてレゾリューションした岡本は皆さんご存知の通り。続いては徳島県のワイド滑り台を滑った後に使うかもしれない英単語。まあ英語で一言で言うと、はい、Extreme。 Extreme どういう意味ですか？過激。過激でした。 Extreme。 最後は佐賀県のフリーフォールダブルデッカーを上から見下ろした時に使うかもしれない英単語。フォール、フォール、落ちる、落ちる。英語でフォールって言うんですね。落ちるだ。フォール。どうぞ。テレビの前の皆さんも滑り台を滑る機会があったらぜひ使ってみてくださいね。じゃあ滑り台で滑るかスタジオで滑るかどっちがいいかな。どっちがいいんだったのか。どっちがいいんだ。まあでもね今回ほとんど、うん、西日本ばっかりだったから、ね、なんか次は東日本もちょっと見てみたいな。いいじゃん。いいね。行きたいって人いない？いやいや、これはね、ケイちゃん。これはね、ケイちゃん。マジでしかできない。どっちがいいかって話で、滑り台で滑るかスタジオで滑るかどっちがいいかって話。どっちがいいんだったの？どっちがいいんだ？どっちがいいんだ？そうだよ。滑り台で滑ります。じゃあちょっと募集かけといてもいいんじゃない？東日本に滑り台早いよって人いる方はぜひいただきハイジャンプに送ってください。最後だから英語入れよう。確かにな。